まず1回の表トーマスを攻めて楽天ワンアウト二塁から銀次が左中間に持ってきました。真ん中にタイムリー、これで1点を東北楽天が先制です。1回の裏今度は日本ハムの攻撃に移るところですけど、まあ、何と言いましても記録づくめ田中がマウンドに上がった今日のゲーム、2アウト二塁からアブレイユがレフトに同点のタイムリーを放ちました。これで1対1、まあ、確かに立ち上がりは、田中投手は本来じゃないというこの首をかしげたシーンも現れていました。2回にも1塁3塁ワンアウトで杉谷がレフトの前に落としましたタイムリーヒットで2対1。ただこの序盤戦で2点で止まっちゃったんですよね。そうですね、ここでのもう一押しができませんでした。3回の表ワンアウト満塁トーマスを攻めます。ここでジョーンズが右中間走者一掃の逆転のタイムリーツーベース、これで4対2。さらに2アウト満塁ピッチャー谷本に代わって島、これまた持っていきました。これも走者一掃のタイムリーツーベース、7対2、まあ、これでほぼ勝負を決めたような一打となりました。この後5回の表にも2点を加えて9対2と広げています。そして5回の裏立ち直った田中にここは2アウトランナーなしからアブレイユバット折られてセカンドゴロ、まあ、この辺は完璧に田中将大投手という感じのピッチングでした。6回の表です。ワンアウト1塁2塁ピッチャーは乾、この当たりがライト線いっぱいに入りました。マギーのヒットで10対2、それから岩崎の犠牲フライ、悠々とジョーンズが帰ってまいりまして11対2。もうこの辺りはワンサイドです。田中が6回まで投げたんですけど6回のピッチング、赤田インコースの難しいボール三振空振りです。さらに近藤落ちる球空振り三振、この6回で田中はマウンドを降りています。7回には金戸が上がりました。陽大館ショートゴロ、8回には長谷部がマウンドに上がっています。ランナー2塁になったんですが小屋のはピッチャーゴロに打ち取られます。そして9回には小山が上がりました。ランナー1人出ますが杉谷センターフライに倒れました。結局11対2大差がつきました。今日の最終戦やはり優勝チーム東北楽天には勢いがありました。田中将大投手開幕から23連勝通算27連勝というまた記録を伸ばしています。